ヘデルは教室を意味し、ユダヤ教の初等教育施設である。ヘブライ語やユダヤ教の基礎を教えている。第二次世界大戦頃まで東ヨーロッパ地域に広く見られた。正統派では現在も存在する。ヘデルは18世紀末までに広くヨーロッパに広まった。講義は教師の家で行われる。教師の給料はユダヤ人コミュニティや 親のグループから支払われた一般的に男児のみが授業に出席する。女児は家庭で母親から教育を受けた。異なる年齢の男児が一つのグループで学んだ。約5歳になった男児がヘデルに入学する。ヘブライ文字とヘブライ語の読み方を学んだ後、レビキやタルムードを手始めに立法を習い始める。 互いに音読することや丸暗記が基本的な学習方法である。13歳か14歳にヘデルでの男児の教育の終了はバルミツワーによって隠される。ラビアソファーになりたい人々はイエシーバーに進む。ヨーロッパの有名なイエシーバーはボルムスやフィルトやプラハにあり、プラハのものが最高と考えられていた。当時の十字軍とつながった。 中世の虐殺から逃れるために多くのユダヤ人が東ヨーロッパから逃げた後、ヨーロッパのユダヤ教の地の中心は彼らと共に移動し、そこに数世紀の間とどまった。18世紀末に向かい、ヘデル制度はユダヤ教正統派やそれよりもリベラルなハスカーラーからの批判の対象となった。正統派に属する批判者は教師の質が十分でないと論じた。 当時、ヘデルの教師の収入は大変悪かったため、少なくとも小さな村の場合、生活の糧を得るために肉屋だったり、歌手だったり、時には墓掘り人だったりしたので、教師の職は彼らにとって副業にしか過ぎないことが、しばしばであった。上級生の授業料の方が高額であったため、ヘデルの教師が生徒の進級を早めすぎることもしばしばあった。 啓蒙主義の理想を信奉するハスカーラーに属する批判者は制度全体を批判し言語的空間的隔離を招いておりユダヤ人の解放と統合の障害となっていると主張した彼らは国語の授業の追加と世俗教育職業教育を提案したこれらの考えは18世紀末以降ドイツのユダヤ人によって改革派の学校や ドイツ自由学校の設立という形で実現された。これらと義務教育の導入は結局少なくともドイツ語諸国ではヘデル制度の解体につながったが東ヨーロッパではホロコーストまで残存した。西洋の国々ではヘデルは通常の授業時間外に出席するものとなっているものがある一方、特にユダヤ教正統派により 全日制の学校として運営されているものもある。イスラエルでは全日制の学校として運営されている。ありがとうございます。